相模原国際交流ラウンジについて。相模原国際交流ラウンジは、日本人と外国人が共に生きる住みよい環境づくりを進めるための市の施設です。外国人市民の支援、多言語での情報提供、国際交流事業の実施を行っています。 JR 横浜線淵野辺駅から徒歩3分のところにあります。開所時間は午前9時から午後8時まで。ただし木曜日と土曜日は午後5時までです。閉所日は日曜日、祝日、年末年始の12月29日から1月3日までです。相模原国際交流ラウンジには英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、フィリピン語、ベトナム語、カンボジア語のスタッフが曜日別に勤務しています。通訳・翻訳の依頼や相談をすることができます。日本語初級講座や市民団体が行う日本語教室に参加できます。外国人の子どものための学習教室があります。その他にも交流会や日本の生活習慣を学ぶ講座、防災研修や防災訓練への参加、小中学校入学前相談会を実施しています。毎年10月には相模原国際交流フェスティバルというお祭りがあります。ラウンジのホームページではラウンジのイベントや生活に役立つ情報を多言語でお知らせしています。相模原国際交流ラウンジで行う事業の多くはボランティアと共同で実施されています。ボランティアに興味がある人はラウンジまで連絡してください。相模原国際交流ラウンジは外国人市民の支援、多言語での情報提供、国際交流事業の実施を行う施設。ぜひお気軽にお越しください。相模原国際交流ラウンジでは多言語で外国人市民へ情報提供を行っています。